トコちゃんはどここれははちちゃゃんんです。トコちゃんはおばあちゃんにもらったこの赤い帽子が気に入ってどこへ行く時もこれをかぶっていますよその人はトコちゃんを見てよくまあ元気そうな坊ちゃんだことと言いますするとお母さんは 元気すすぎて困るんですのちょっと目を離すとすぐトコトコ駆け出してどこかへ行ってしまってと言いますある日トコちゃんはお母さんと一緒に市場へ行きました市場の前でお母さんはお友達に会っておしゃべりを始めましたトコちゃんはそのままにトコトコ駆け出してどこかへ行ってしまいましたどこへ行ったのでしょうあいたいた そうです。トコちゃんはたい焼き屋の前にいたのです日曜日トコちゃんはお父さんと動物園に行きましたお父さんが案内、案内ばを見ている間にトコちゃんはトとこを駆き出してどこかへ行ってしまいましたさあどこへ行ったのでしょういたいたそうですトコちゃんはお猿の島でお猿の赤ちゃんを見ていたのです うちに帰るとお母さんが「お帰りなさい」と言いました。ああ面白かったととこちゃんが言いました。ああくたびれたとお父さんが言いました。夏になってとこちゃんはお父さんとお母さんと一緒に海へ行きました。しばらく泳いだ後、お父さんとお母さんが砂の上に寝そべっている間にとこちゃんはとことこ駆け出してどこかへ行ってしまいました。 さあどこでしょうああ,あんなところにいるそうですトコちゃんはスイカ割りを見ていたのです帰りの電車の中でお父さんもお母さんもこっくりこっくり居眠りをしました秋になって田舎からおばあちゃんが来ましたトコちゃんはおばあちゃんと一緒に近所のおみやさんのおま祭りに行きました おばあちゃんがお参りをしている間にトコちゃんはトコトコ駆け出してどこかへ行ってしまいましたさあ困ったトコちゃんはどこにいるのでしょうそうですトコちゃんはお面屋にいたのです家へ帰る途中おばあちゃんはトコちゃんを外へ連れて出るのは怖い怖いと言いました春が来て トコちゃんが幼稚園に入る日が近づいたのでお父さんとお母さんはトコちゃんを連れてデパートへ買い物に行きましたトコちゃんの洋服と靴を買ってからお父さんとお母さんが1回のネクタイ売り場でネクタイを見ている間にトコちゃんはとことこ駆け出してどこかへ行ってしまいましたさあ大変トコちゃんはどこへ行ったのでしょう1回2回3回 4回、5回、6回ああやっぱりトコちゃんは6階の食堂の前にいたのです食堂でお父さんとお母さんはジュースを飲みトコちゃんはアイスクリームを食べました帰り道お父さんもお母さんもトコちゃんの手をしっかり握って離しませんでした